私をマカオに連れてって。橋本どうした？橋本どうした？私正直マカオ行きたくない。松村なんか。本当に正直言って松村マカオ大好きで。松村マカオ大好き。なんで？中学校の時から私チリを学び始めた時から、マカオのことめっちゃ中学校。え、なになに、マカオに行くのが夢なの？もう夢なんですよ。あ、お、なんかどうしたのか好き。私マカオ大好きで。設楽さんからマカオの香りがするんですよ。毎回収録の時にマカオって思いながら、いやふざけんなよ。あのな、俺だってマカオ、ちょっと待って、そんなな、男がマカオの香りなんかさしてるわけ。おい、マカオの香りするの。おい、来た、和田、来ちゃえよ、来ちゃえよ、マカオ。私、イングリッシュスピークできるんです。できない子みたいな言い方がいいだろ。イングリッシュスピーク、やり取りができるの？できるんです。単語いっぱい喋れるんですよ。そうだ、単語いっぱい喋れる。単語いっぱい喋れるの？そうです。アバウトとか。アバウト、アバウト。バットとか。バット、でも何でもできます。じゃあ一マカオだね。すごいな、和田。英語喋れんか強いよ。アバウト、バットの時頼むよ、本当に。その時頼むよ、出てきたよ。残、サソリです。サソリ食べちゃおっか。それじゃあサソリ食べちゃおっか。いただきます、うん、おすごいな、全然変。ポリポリ言いながらいいですね。どう、全然大丈夫じゃん。おじいちゃん家にある、なんかおじいちゃん家にあるサソリみたい。続いてこちらです。ザン、はい、来ました。どうしたの、まだ別に食べてるわけじゃない。それ何の涙ですか。行きたいけど怖い。どうする、これ食えば相当近づくんだろうな。いや、もう決定じゃない、これ食ったら。一回もうちょっと近づいてみたら。持ってみる、一回。いや、もう食べなくていいから、一応一回持ってみる。持つ、うん、一回ちょっと持ってみる。落ちちゃうから、それ。いい絵だね、これ。いいね、うん、これ八番目のジャケットでしょうよ。いや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 、おかしいです。今の頑張り、はい、一マカオです。はい、なんすか。あ、松村、マカオ獲得したよ。うん、ねえ、橋本言ってあげて。一マカオだって。おめでとう。そして3人は絶対飛んでくださいね。はい、ね、生田今はいって言ってないけど、はい。始まりました、乃木坂ってとこ in マカオ。ちょっと匂ってんのよ、これ。何の匂い、これ。ちょっと臭いというかさ。見える、あれ。あれなんだ、ドリアン。やばい、これやばい。あー、臭い。気持ち、あれみたい。気持ち、汗の匂いする。やばい。はい、どうぞ。橋本、何を折ったのか。なんだ、橋本が食った瞬間、絵の部分だけを折るっていう。まずいリアクションで絵を折るっていう。じゃあ、どうぞ。いただきます。せ、ここまで来る。さあ。うわ、生田、どうですか、生田さん。どうした、生田。生田の地面が変になってる。生田さん、何ですか。どうした、生田。何ですか、今、味を伝えてください。なんか、どうした？え？水、早く、飲んじゃった！声がすごい低いんで、そうなんだ。あれが好きなんで、生田の君の名は希望の一人で歌うの、ちょっと歌ってもらっていい？少しでいいから。
僕が君を初めて、まあいいよね、この歌いいね、意識しない、いったいった、違う違う、もっと綺麗なのが聞きたいんだよ、急な服装の拳やめてもらっていいですか、すごいじゃねえぞ、綺麗なハーモニーをね、未来はいつだってあなたなときめきとだ、ちゃんと少し歌わすね、ちゃんと泳がしてからなんかわかるんでしょうね、お出てきたね、来ましたね、どこ食べる、今この辺行こうと思って何ここ、あれ、あ、俺だけから心の声が聞こえる、はい、どうぞ、びっくりした、怖い怖い、面白い、今のもう一回見ましょうよ、移動のバスがやっぱメンバーと我々ちょっと違うじゃないですか、うん、はいはい、その時に一回ちょっと移動中に和田だけ手振ってくれたんだよね、いや、振りましたよ、あのね、俺もね、でももっと前の方かな、隣同士になったバスが、うん、手振ってくれた人は何人かいたんだけど、うん、一番後ろの席のね、ところ高山かな、足一番後ろでしたよ、はい、すっごい手振ってくれたんだけど、うん、そこに鳥の草がピャッて、アイドルのマイナス3マカオ、なんか今も高山の前だけなんかあの紙が置いてあるんだけど、なんかあの紙見た目的に汚いんだよ、なんか遅いです、相当遅いです、人間性チェック、さっき電話かかってきた時に丸裸だったんですよ、プラス5マカオですどういう基準なんだよ、いくちゃん当ててこっち来てください、何ですか、人間性チェック中です、どうぞ、生田ドンですね、生田ドンパジャマですね、どうぞ、電話の音がってこと、いや、受付の人だと思って、怖いな、この電話すごいしつこいから、なんか怖くて、お金なと、うん、なんか嫌だなと思った、なんか嫌だな、怖かったんだもん、何でしょうな、なんかお金なと思ったのもね、そうですね、お風呂上がって、うん、その音が鳴って、うん、そのなんか怖いななんか嫌だな、オッケー、取れ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 、手取れ、うわぁ、うわぁ、取れて、うわぁ、アメージングやった、アメージング、さあ、次はアメージング、アメージングでしょ、せーの、アメージング、どうした、西野やばいか、まあ、ちゃん、西野があんな泣くと、弱い泣き虫の西野からみんなに認められるセンターの西野へ変わるため、下行こう、下行こう、なんちゃん、ちょっと待ってるな、西野、すごい、よかったね、西野、よかったね、西野、お前、えらい、マカオに行くと伺いました、つきましては、以前お願いしておりましたが、はい、エリカの洋服を選んでいただきたい、ありましたね、はい、エリカの洋服、購入代金2万円を同封いたします、皆さん、生田の洋服を買うロケ、はい、あ、いいですか、それとまあ皆さん気に入った音があったらね、うん、日村おじちゃんお金持ってやめろって、何ですか、何ですか、可愛 い, 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 いじゃん、なんかね、めっちゃ似合いそうじゃないですか、うん、何が着んのこれ、まっちゃん、めんじゃねえよ、何色があるんだ、みんなで着れるじゃん、すごい、みんなで着れるじゃん、あれなんか渋いね、日村さん、どうしたどうした、日村さん、この時はあのほら技術としては一回思い切って1000円ぐらいまで下げてて、向こうがびっくりして一回1000円見せとけば、もしかしたら1000円あんまりですけど100 あ
びっくりするよね。それびっくりする。おいいね。いいね。全然普段パーティーとかにこの格好とかで行ってもいいよね。いいかも。なんか最近、なんか近々パーティーある？パーティー、あ、じゃあ開こうかななんて思って。ダイナドレスパーティーいいかもしれないね。あれこの音楽って何でこの音楽やねん、そんなあれあれいいねでも似合うね、やっぱいいね。そうですか、おうおう、ありがとうございます。いや、何だ、気になるの自分のもこう見れて、うん、よしこれを後で日村さんに買ってもらおうと思ってそれでその同じ店で買ったんですよ。あ、でも日村さんも楽しかったでしょ、なんだかんだ言って買い物をこうのメンバーと行って。設楽さん、あのね、洋服屋さんにね、女の子行き連れてね、金出さなきゃいけないんですよ、こっちは。服何着も買って、10万ぐらい使ってるんですよ。あ、すいません。超楽しいです。